はい、皆さんこんにちは。今回はですね、冒頭で聞いていただきましたブラッドフォードっていう人、これ誰かっていうと、リンキンのギタリストさんなんですね。まあ僕、大学の時に、リンキンのコピーをしてましてですね、その時ボーカルやったんですよ、僕。なんで、あんまり執着ギターの音にはしてなかったんですけど、結構いい音してますよね。あれらしいんですよ。なんか、調べたところで、ウバシャルか、メテオラを使って、ファイアボール。エングルのですね、ファイアボールだったかなを使ってたと。これは作らんといかんやろと思いましてですね、急遽作ってるわけなんですけど、言おうとしますよね。これシンプルピッチで3度下げしてます。だから弦音はこんな感じです。まあ、相変わらずのいい音ですね。で、デレンジドマスター入れてません。入れなくてもエングルはすっげえいい音します。刻んでもいい音しますし、ちなみに入れてもちょっとね、音の太さがちょっと消えるような感じがしちゃって、もったいないんですよね、エングルの場合は。なのでディレンジマスター、今表示は出てますけどオンにはしてません。リンキンやるときというか、まあ、ブラッドフォードの音を作る上では、ブーストはいらない。エングルのときはブーストはあんましない方がいいのかなと。ジェームズ・ヘッドフィールドのときは入れたんですよ、容赦なく。あれはエングルの方のパワーを落としてたんで、こっちを。今、エングルフルテンなんですけどね。これ下げて、例えば、こっちをオンにしても全然構わないです。でもいいんですけど、エングルはもしかすると単発マックスの方が音いいような気もしますね。で、ドンシャリ気味にして、この音と。で、サンド下げして、この音という感じで作っております。もう丸パクリしていただいて全然構いませんので、画面をご注目ください。シンプルピッチはもう、全然、めんどくさいだけなんで入れてるだけです。ギターの方でマイナス3できるんであれば全然問題ありません。ちなみに、マイナス3、0、0、シフトレベル10、ミックス100、レベル0という感じで入れております。はい。ディレンジドマスターはいつも、オフなんですけど、5.5、4.2、4.1、0という感じで、一応用意はしてるという感じですね。で、エングル。ドライブフル10のベース 6.4、ミッド 2.0、ドンシャリ気味ですね。トレブル 8.7、ミッドブーストオン。これ入れた方が音良かったです。なんか太さが出て、オフにすると。なんか良くないですか？前に出る感じがしていいなと思うんです。まあこれオフにするとメタル寄りの音にもなるか、プログレークとかね、いけそうかなと思います。はい。で、チャンネルボリューム 8.5、マスターが 4.2。これはちょっとミスったかもな。これ上げるとめっちゃ音いいかもしれない。上げてみましょう。9ぐらいにしましょうか。で、チャンネルボリュームを、あミスった。チャンネルボリュームを、上げるんですけど、これやってはいけないですよね。これね。すいません、もう一回いきますね。ミスりましたんで、これ、皆さん、HX ストンプ使う皆さんのあるあるやと思うんですけど、これ。横の画面行こうと思って、これ回しちゃう。これ絶対やってはいけない。全部リセットされます。これ泣きそうなるやつですよね。マスターをグッと上げてみましょうか。ちょうどいいな。これいいよ。
こっちの方が絶対音いいと思いますんで、こっちでご案内します。ピッチとキャブは一緒ですね。あ、キャブからいきましょうか。マイク57、決算数 1.0、 ローカットオフ、ハイカットオフ、リフレクト 25% レベル0となっております。で、エングルが、ドライブ 8.8、 ベース 6.1、 ミッド 2.1、 トレブル10、ミッドブーストオン、チャンネルボリューム 5.7、 マスター9、サグ3、ハム5となっております。まあ多少のね、あの好き嫌いはあると思うんで、ここからこうちょっとずついじってみて、自分の好きな、設定まで持っていって、行っていただければいいかなと思います。なんせエングルっていいっすよね。刻んで気持ちいいのはこのアンプな気がするな。5150とはまたちょっと違うんですよね。ちなみに今比較してみますね。こんな一方通行では面白くないので、これだって決めつけてそればっかりやっても面白くないんでね。ちょっと5150、まあエディの音もうほぼほぼエディの音なんですけどね。例えば同じような感じにして9爆音かな。なんか違うくないですか。なんか設定違うかな。サグを3にして、例えばエングルが、明らかちゃいますよね。チャンネルボリューム違います。チャンネルを、あ、ちょっとちゃうか。ちょっと優しい感じしません。あ、これエディの音になっちゃうんでダメですね。やっぱりこっちの音が音いいな、なんとなく。すいません、やっぱマスターマックスにします。こっちの方が圧倒的に音いいんで、これをチャンネルを変えると、あ、チャンネルボリュームちょっと落として、こんな感じですかね。いいですよね。まあ、ブラッドの音はこんな感じかなと思いますね。他にも応用聞くと思うんで、いろいろこの音を使って作っていこうかなと思いますけども、他に誰かやってほしいなどアーティストさんいらっしゃいましたら、ぜひ、コメントいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。